みと上がっていました。第9レースの一般戦、1番2番3番ダッシュ、5番6番です。スタートを切りました。体操ナイスリット、若干1号艇2号艇へこんでいますが、1号艇先前はできそうな体勢です。握っていた3号艇ミスミですが、まずは1号艇が逃走、2号艇差しですが及ばず、3号艇5号艇も届いていません。スタートは前提正常でした。吉川が逃げ切りまして、現在2艇審判のリード、続いて2号艇の市川、3番手3号艇三角哲夫、その外に6号艇インコースに5号艇がいます。レースは2マークへ、1号艇吉川から2号艇の市川が少し流れている、内側くるっと5号艇左打ちを捉えて三角となっています。さあ左打ちを指してきた3号艇三角が上がってきまして、現在2番手優勢でしょうか。3号艇三角、外2号艇の市川、5号艇の水間が真ん中にいます。レースは2周1マーク、1号艇の後ろ、3号艇が5号艇を抑えて回ったんですが、少しターンが膨らんで2号艇の市川が切り込んできました。2番手争い、3号艇の三角対2号艇市川の構図。枠なりの3対3、人気は1番吉川から2番市間、4番佐藤へ、123-456です。スタートを切りました。5コース4コース4スタートになりました。スリットも伸びていく4号艇佐藤龍太郎がスロー勢3艇をまくり切りました。佐藤がまずトップターンです。続いて外へ行った2号艇、真ん中を出て6号艇桑原上がってきました。桑原まくり出し、スタートは前提正常でした。まくり切った佐藤の脇をえぐって6号艇桑原優のまくり出し、6番4番並走、その後ろ2号艇飯島が3番手、あとは3番1番5番です。2マークは6号艇の桑原から内潜り込む2号艇飯島、外前4号艇佐藤となっています。トップ単独6号艇桑原優、2番手4号艇佐藤が一歩リード。シリーズ初勝利もマークした6号艇池田、依然としてホーム追い風、現在は風速5メートル前後。最終日第6レース一般競争、インコースから1番2番3番ダッシュ、4番5番6番スタートしました。インコースから1号艇吉川、そしてダッシュ勢4号艇5号艇6号艇1マークへと向かいます。インから先手を取る1号艇吉川元弘、3号艇船岡陽一郎がまくっていく展開つくか。5号艇武田達也、内からは2号艇深谷智博ですが、ここは踏ん張って1号艇吉川元弘先頭。2番手争いは5号艇武田達也に、内側から2号艇深谷智博、後方3号艇6号艇4号艇。第6レーススタート正常です。一緒にマークはトップでクリア、1号艇吉川元弘、2号艇深谷を回して切り込んでいった5号艇武田達也が単独2番手、3番手争いは3号艇2号艇が並走状態、内側に3号艇。優勝戦では後方からの追い上げを見せました。スタイルは3対3と分かれました。優勝戦第12レース、進入地から1番2番3番4番5番6番スタートしました。4コースからは4号艇の森田、インコースは1号艇の吉川元博、好スタート。さあ1周1マークは陰線から1号艇の吉川元博が逃げていきます。内を狙って2号艇坂口、外から6号艇の柳沢、バックスレッジへ入っていきますが、ここは押し切りました。1号艇吉川元博が先頭、向こう上面中間地点ではリードは早くも5艇身から6艇身。2番手争いですが、2号艇坂口が一歩前、その後方からは3号艇の吉川明夫、さらには6号艇柳沢を追っていきますが、1周2マーク2番手は2号艇の坂口が進出、上位は1番2番で3番手は3号艇吉川明夫が続いています。
上位体制は1番2番3番で2周目、その後ろは定冠一定審判で6号手柳沢4番手で追って、後ろは開いて5番の福来、4番の森田が追っています。2周目第1ターンマーク、さあ焦点2番手か内側から3号手吉川明雄が、ここは好旋回で2号手坂口を捉えて2番手逆転に成功しました。上位体制は1番3番2番となって2周2マークに移っていきます。この間に先頭は独走になりました1号艇の吉川元博が2マークを旋回していきます。2番手は3号艇の吉川明夫、そして2号艇坂口めぐるが3番手に続いて、上位体制は1番3番2番でこれからラスト1周へと向かっていきます。3番手後方は低間隔開きました、後ろは6番の柳沢4番手、後ろはさらに開いて5番の福来、4番の森田が追走、前提が最終周回に入っています。上位の体制は1番3番2番で最後の向こう上面へと立ち上がっていきました。先頭は1号艇の吉川元博、今シリーズはそれぞれにそれぞれの思いがありましたが、選手たちは全力の走りを見せてくれました。今その思いを背負って優勝に向かっていきます。先頭1号艇の吉川 SC タイトルは4回目、通算では87回目、そしてクラシック連覇へ向かって最後の直線コースに向いて第12レース優勝戦、まもなくゴールを迎えます。先頭1番吉川元博優勝ゴールイン、2着は3番吉川。4号艇の下出拓也、下出は前半レースは勝ち星が上がってここ3着以上が条件です。スタイルは3対3と分かれました。第12レースは内から1番2番3番5番6番4番スタートしました。センター3コースは3号艇坂口コースタート、5コースから6号艇永井も行きますが、1周1マーク、インコース1号艇の吉川がまずは逃げて3号艇坂口まくり出しを狙って外から5号艇村松ですが、ここは押し切りました。1号艇の吉川が先頭に立ってリードを2停進、スタートは前提正常、5号艇の村松が2番手に続いて内寄りからは3号艇坂口上がっていきます。後方は4番2番6番と追走、1周2マークは1号艇吉川が先行ターン、2番手3号艇坂口先前ですが、5号艇の村松が差し返していきます。直線コースは指した5号艇の村松が2番手、3艇進行方3号艇坂口3番手、上位体制は1番5番3番となって2周第1ターンマークに向かっていきます。1号艇吉川リードは広がりました。2番手は5号艇の村松が続いて、2、3番手の定冠も4艇進ぐらい開いて、吉川選手は一時期調子を落としていたが、その時も1コースだけは恐ろしく強かった。40代半ばになっても SG を取りまくる。本当にこの精神力はすごすぎるの一言じゃ。吉川選手のインコースはとにかく1着あるのみ、いわゆる鉄板じゃ。2、3着を買う余裕があるなら思い切って3連単から外す方をおすすめするぞ。ほーほほ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 。